中年オタッキーです。今日はね、先日ヤフーオークションで、生ライブ中にね落札した、多分それでしょう、重さ的に、ニコン F2 が届きました。今回ジャンクカメラじゃないんでね、面白くないかもしれないんですけど何が面白いんだって、というわけで開封動画をやってまいります。それではスタートしていきます。はい、早速ね開封していこうっていうとこなんですけど、今日はちょっとその前にね、視聴者様のね、ヤフーコング桃色山梨様より、カメラをね4台送っていただきました。本当にありがとうございます。結構ね、面白いカメラが来てます。まずこれね、ちょっとかなり注目しているリコーの XR8、 これ発売時期がね新しいんですけど、フルメカニカルカメラになるということですね。これペンタックスの K マウントのレンズが使えますんで、以前ミッシェルさんから提供いただいた、XR リケノンとか、その辺をねつけてね試写していこうと思ってます。まあペンタックスのね K マウントのレンズもねぼちぼち、揃えていこうと思ってます。次にこれね、α507SI、303SI とか持ってるんですけど、それのはるか上位機種ですね。これね電池もねつけて送ってもらいました。これねちょっと今ミノルタのカメラさっきちょっと家によって下ろしちゃったんで、レンズがついてないんですけどね、稼働しているようです。これ楽しみですね。α9 とか α7 の XI よりは後になるのかな、かなりね性能が向上してるはずなんで、かなりの楽しみな機種になります。はい、で次がね、よいしょ、ちょっとレンズ、これは僕が持ってたレンズをつけてるんですけど、ニコマートの EL、これねなかなかね重厚感のある、電子シャッターになるのかな、電子シャッターじゃない、露出系がねあれ電気式なんですけど、メカニカルシャッターになるのかな。で結構ねちょっと面白い感じの音しますけど、これもね稼働してバリバリ稼働してて、これファインダーもすごい綺麗なんですね。露出系もちゃんと動いておりますね。はい、次が、最注目なのがこれです。こんなのもらっていいのかな。これねコニカ FP でね、ヘキサノンのレンズもついてました。 52mm の F1.8 なんですよね。このレンズなかなかいいと思います。これねもうねファインダー見てるだけで明らかにシャープなのが分かります。このカメラ古いことは古いんでしょうけどね、ちょっとまだ何も調べてないんですけどもね、もうかなり楽しみなカメラになりますね。はい、コニカのね一眼、私コニカの一眼レフは初めてです。で他のコニカとかのね、と写りをね比較してみるのも面白いカメラですね。はい、ヤフーコング桃色山梨さん、本当にありがとうございます。貴重なカメラを4台もねいただいてね、本当にありがとうございます。有効に活用させていただきます。では、開封動画に移ってまいります。さあ開けますよ、よいしょ。さあ前回の開封動画はね、臭い、もう何度も言うようですが臭い匂いを出してカメラが撃沈しましたけど、たった10分で五輪中になったという動画になりましたけど、まあ、今回はねちょっと値段的に、ね、そんなことがあったら困るんですよ。丸々1ヶ月ぐらいの活動費をねつぎ込んで、落札したんでね、写真の仕事をしてねお金が入ったんで、やった予算が楽になると思って、そのお金は全部投じたんで、また貧乏に逆戻って。はい、さすがですね、ガッチガチに養生してあります。これ養生しすぎで困るっていうぐらい養生してありますよ。重たい、重たいぞ、よいしょ、おお、養生しすぎだよこれ、よいしょ。あ、一応ストラップついてるな、安物だけど大変だ、ゴミが大変だ。
じゃじゃーん。あー、レンズキャップは現代のやつだな。これ綺麗ですよ。わかるかな。かなり綺麗です。レンズ。よっ。ん？ 5.6 になってない。よっ。お、回るけど外れない。あ、出た。やった。あー、なるほどね。一番前玉にね、なんていうんですか。カビ跡がありますね。カビを取った跡があります。まあでも影響は出ないでしょ。逆光だったら影響出るかな。これ、はめるときどうするんだろうな。あ、なるほど、そういうことか。うまいことできてる。へえ、うん。ヘリコイドはちょっと軽めですね。うん、軽やかに動作しておりますよ。露出系のスイッチはどこにあるんだろうね。操作方法がまるで分かってないよ。はあ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 。シャッタースピードはどうやって調整するんだこれ。ああ、これか。うん、はあはあはあ。よくできてるな。あ、動いた動いた動いたぞ。動いたぞ。あー、露出系動いてます動いてます。うん、400だからだいたい正常と思いますね。うわ、ファインダー綺麗だなこれ。おー、この音どうですかね。結構静かですね。こんなに静かなんだ。うん。あ、キャノン F1 下ろしちゃった。あー、 F1 置いとくんだったな。ファインダーがね、これ素晴らしいですね。ファインダーが恐ろしく素晴らしいですね。なんて言うんですか。クリアとか明るいとかそういう以前になんか立体感を感じるファインダーですね。なんかロックがあるんだろうな。いや、フィルム室の蓋の開け方がわからないぞと。これか。違う、これじゃない。もうちょっと勉強しとったらよかったな。あ、これか。下にあった。おー、めちゃくちゃに綺麗です。めっちゃくちゃ綺麗ですね。いやー、これは素晴らしいぞ。あのね、この分かるかな、ほらフィルム厚板にね、フィルムが走った跡がほとんどないんですね。うん、このこちら側のスライドレールにも走った跡がほぼありません。で、このパトローネ室にもパトローネをね頻繁に入れ替えた傷が全くないです。これほとんど使ってないんじゃない。そこにはそこそこ傷がありますね。これ三脚をつけた時の傷かな。結構荒っぽい使い方をした跡はあります。こんな感じ。まあ全体的にねコンディションはいいです。いや、楽しみになりましたね。セルフタイマー、あ、セルフタイマーはこれ時間調整できるんだな。
り10秒、10秒、8秒、6秒、4秒、え、切れた、喋ってたから分かんなかった。いや、これ先に切れてるな、やり方が違うんだな、多分。分かった、うん、切れてますね。スローシャッターはどうだ、8分の1秒、4分の1秒、2分の1秒、1秒、はい、全速正常ですね、完璧です。いいものを買いました。これ11000円、安いですよね。結局ね、オークションの落札価格が11000円で、で、送料が768円だったかな。で、あとね、これもう見たら分かると思うんですけど、アイピースないですよね。アイピースはね、別に買いました。まだ届いてないですけど、それがね、送料込みでだいたい1000円ぐらいです。だから12800円弱ぐらい。で、ニコン F 露出系作動品を入手することができました。いやー、ほんとね、この間の、ライブの時は、買う気全くなかったんですよ。で、まあ、ジャンクの、ね、まとめて5台セットとかが、1000円ぐらいで売ってたらね、買おうかなと思ってたんですけど、たまたまね、マニュアルフォーカスニコンって調べたら、これが1番に出てきたんでね、なんて幸運なんだって感じですね。いや、もう これはこれやばい、これはいい、これはこれいいぞ、このファインダーいいぞ、めちゃくちゃにいいな、このファインダー。よく考えたらね、ニコンのね、フラッグシップ機初めてなんでね、まあ、F90X ちょっと今下ろしてますけど、 F90 あ、ここか、 F90X のねファインダーもいい加減良かったんですけど、やった、やっぱね、倍率がでかいですね。で、確かね、これほぼ 100% なんですよね、 F2 は、シアリ、ファインダーシアリスほぼ 100% で、キヤノンはね、 F1 は 96% ぐらいだったと思うんで、ファインダーの作りはもう断然こっちがいいですね。恐ろしくいいです、このファインダー。いやー、素晴らしい。これはすごいぞ。これはすごい。癖になりそうだ。はい。そんなわけでね、もうちょっとね、自慢するような動画になってしまって申し訳ない。11000円で、落札した、ニコン F2 届きました。ちゃんと動作してました。今から、出品者にね、到着連絡をしたいと思います。はい。それでは続きの動画は、作品投稿のコーナーかな。これちょっと開封動画だけ先に作ってるんで、後からまあ、投稿、作品投稿のコーナーとか編集するんですけど、まあとりあえずそんな感じです。はい。はい。そんなわけでね、何がそんなわけだかよくわかんないんですけど、このニコン F2 なんですけど、結局ね、その後、シャッター速度1000分の1以上で、うまいこと切れてないことが発覚しまして、視聴者のね、小寺さんのね、アドバイスでね、シャッター速度調整を行いました。この底を開けてね、底を開けたらすぐにもうテンション調整のダイヤルが出てくるんで、先膜がテンションが弱くて、後膜がテンションが張りすぎてましたね。誰かが調整したのかもしれないですけど、まあ、先膜はね、シャッターチャージしっぱなしで長期間放置して、もしかしたら、バネが伸びてたのかもしれないですけど、はっきりは分からないですけども、とりあえずだいたい切れるようになってます。ツイッターをね、私のツイッターチェックしてる方はもう知ってるとは思うんですけど、散々つぶやいたんで、じゃあ今日はね、視聴者様の作品これから、紹介してまいりますね。
まああのカメラたくさん並んでますけどね、これあのいただいたカメラですけどね、このリコーのね XR8 ですけど、ミッシェル様よりね提供いただいている、XR リケの、和製ズミクロンがねついてます。これすぐにでも撮影できる体制に、持っていきたいと思いますね。ねさて、視聴者様の紹介、トップバッター、桐山田さんの作品ですね。カメラがね、ソニーアルファ7-3、レンズがコシナ、フォクトレンダー、マクロアポランタ、65mmF2 ということで、これかなり高いレンズということですけど、カメラもまあね、そこそこ高いアルファ7-3ですね。被写体はね、これ、エウーゴのネモですね。ガンダムのプラモデルということで、ガンプラはまだ出てないからいいですよね、ということですね。これ、まあ、劇中ではね、土台に、無人で土台に乗っけられて放出されたり、結構散々な扱いをされたモビルスーツですけど、デザインはかっこいいんですね。まあ、主人公クラスの、人は乗らない、モビルスーツになりますけど、まあ、背景とかね、ジオラマとかがね、できないっていうことですけどね、あの背景はね、例えば宇宙空間の、風景とかをね、プリンターでプリントして、後ろに置くだけでも結構違ってきます。まあ、ガンダムのあれだと、静止画をキャプチャリングして、コロニーの絵とかをね、背景にすればよかったのかもしれません。作品としてはもう一つですね。ただプラモデルの作りはかなりのもんです。私もガンプラ作りますんで分かりますね。これ結構手を入れて作ってあります。はい、桐山さんありがとうございます。次がね、1都市9の作品で、2枚、1枚目が我が家の働き者、2枚目がね、カタログみたいにということで、カメラはミノルタ XD MD50mmF1.7、ケント面100で撮られておりますね。どちらもね、耕運機の写真になりますけど、今回は現像は結構いい感じなのかな、ちょっと今日老眼鏡忘れてきてはっきり見えてないんですけど確かにね、2枚目は本当にカタログ写真みたいですね。もうちょっと工夫が欲しかったですね。例えばローアングルで撮るとか、アングルをもうちょっと調整したら面白い写真になったかもしれません。一都市九さんありがとうございます。次が、あ、飛んじゃった。イクオさんだ。イクオさんの作品2枚。1枚目がね、自転車散歩と犬の散歩。2枚目が、水鳥の憩いの場。カメラがね、ニコン F3 ハイアイポイント。レンズ AI ニッコール 50mmF1.4。フィルムがね、オリエンタルニューシーガル100ということですね。2枚とも、まあ、もうちょっと工夫が欲しかった。例えばね、これ自転車にもうちょっと寄ったらね、で、自転車をそのピント合わせて他をぼかしたりしたら面白かったかもしれませんね。で、2枚目もね、これ、水鳥の楽園ってことなんですけど、手前になんかあったら面白かったかもしれないですね。だから手前にね、例えば、草が生えてるところがあったりすると、前ボケでね、入れるとね、もっと芸術的で面白い作品になったかもしれません。はい、イクオさん、ありがとうございます。次がね、ひまねこ屋さんの作品2枚。1枚目が、ダンシングシャドウ、2枚目がね、何だったっけ、パレードですね。これ2枚ともね、面白い写真になってます。これね、1枚目のね、ダンシングシャドウはね、木のね、影がね、壁に映ってる感じなんですけど、なんかね、人が手をね、上げて踊ってるようなね、感じに見えますね。これでダンシングシャドウっていう、タイトルにしたんでしょうけどね。で、2枚目もね、パレードということで、雑草がね、なんか、人っぽく見えるんですね。で、並んでるように見えます。これ面白いとこ撮りましたね。フィルムが？ニコンのコンデジで撮ったんですね。ニコンのコンデジ P510 で撮った写真になるということです。はい、ひまねこ屋さん、ありがとうございます。次がね、これじゃない、これじゃない、これじゃない。
フリートコマンダーさんの作品ですね。フリートコマンダーさんの作品2枚、タイトルがなしということで、フィルムもちょっとわからないんですけど、ローライコード3っていうね、二眼レフカメラで撮影した、写真になりますが、これ2枚ともね、もうタイトルもクソもないですね。圧倒的な画質です。これ東京ですかね。見事な桜、今年の写真でしょうね。その人出が少ないところを見ると、今年の写真だと思います。フリードコマンダーさん、ありがとうございます。コロナウイルスが早く克服されることを祈っている、まあ、みんなの願いですね。はい、今日の作品紹介はここまで。結構な待機者が出ておりますが、ちょっとお待ちくださいませ。はい、じゃあ次はね、俺のカメラに行こうと思います。はい、俺のカメラのコーナー、まずはね、和賀さんの俺のカメラ、これミノルタの XEB になるんか。このカメラ XE ってなんか聞いたことあるけど、 XEB って知らないですね。ペンタックス K5 の色抽出モードで撮影したということで、撮影場所自宅玄関前、咲き始めた花水木を入れ込んでいました。なぜ玄関の前でこんなことをしているのか、仕事が自宅待機モードになって暇だからこういう人多分すごいたくさんいると思うんですけどね。カメラの方はこれ、三脚で固定してあるみたいですね。綺麗な写真になってます。これ面白いですね。軍艦部だけ黒くて他がシルバー、面白いデザインのカメラですね。レンズも、ミノルタのね、ロックオール 1.450mm がついてますね。和賀さんありがとうございます。次がこれですね、クスンクスンさん、これ初投稿ですね。オリンパスペン D を、撮っております。これね、カメラの写真はともかく後ろに入れてるものが超貴重なもの、これ何ですか、昔のね、ナショナルのテレビのカタログかなんかですか。これ価格までね、2枚目の写真なんかで、そのテレビの価格まで書いてあってね、思わずちょっと見てしまいますけど、これ昔ね、ありましたね、僕の家にもね、このね、昔はテレビに足が生えてたんですよね、なんか家具みたいな感じでね、ちっちゃい頃テレビに登ってね、ひっくり返したのを覚えてますけど、これ、ペン D3 になるんかな。CDS の、速攻になったやつですね。ペン D は一番最初はね、セレンロス系だったんですけどね、開放 F 値が、すごく明るいレンズなのに目測ピント合わせということでね、なかなかシビアな撮影が、求められるカメラですけど、レンズは相当いいようですね。はい、クスンクスさんありがとうございます。はい、今日の俺のカメラはここまで。次はやったやっちまったのコーナーです。はい、やったやっちまったのコーナー、今日は、先ほどは俺のカメラに出ましたけど、いや和賀さんの、やったやっちまったのコーナーですね。これね、1円で落札した、キャノン T70、なんですけども、メインはレンズみたいですね。やったの投稿ですということで、キャノン T90 を新品、以前か、青年の頃キャノン T90 新品で買ったんですが、このレンズ35105は遊びで買うには少し高く購入を見合わせてました。当時の定価48,000円、今回評価が非常に悪いだらけで何の説明もない出品者さんでしたが、ダメ元で入札したところ、カビも曇りもない使えるレンズが到着しました。これはすごいギャンブルでしたね。このレンズ実は世界初のガラスモールド成形による非球面レンズを採用した製品ということでね、人気は全くありませんがということです。ちなみにくっついてきた T70 も実用レベルでした。コロナが収束したらこのレンズを T90 につけてテスト撮影を楽しみたいと思いますということですね。よかったですね。これ1円ですか。T70 もまあ使えるカメラではありますよ。 T70 と T90 のツーショットっていうのも面白いかもしれないですね。T シリーズは結構人気がないんで、T90 でもフラッグシップ機なのに5,000円ぐらいで買えてしまうんでね、なかなか狙い目の
カメラではあります。実は T90 はね、僕ジャンク、これ分解を途中で諦めたやつなんですけどね、もうあの電極がね、むちゃくちゃになってるんです。まあそんな感じでね、今日はね、実はね、これ朝の6時半なんですよね。自宅だとね、邪魔が入るんでね、このぐらいの時間でしか撮影でゴールデンウィークに入ってしまったんで、そんな感じでね、次はね、次の動画は、キャノンのね、FT。僕の思い出のカメラでね、撮影した作品たちになっていくと思うんですけども、その紹介になっていきます。あ、その前にα7000 が入るかな、ちょっとわかんないや、そんな感じです。今日は動画最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録まだの方、ここにチャンネル登録ボタン出てきますんで、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。また高評価の方もね、ぜひぜひお願いしますね。はい、それではまた次の動画までごきげんよう。さよなら。